こんにちは。7月4日第364回コーナー会金魚ラジオになります。今日はちょっと動画のね、撮影が遅れてしまいまして、動画が出すのもだいぶ遅れました。すいません、ちょっとバタバタしてましてっていう感じなんですけど、今日の一匹はね、ギンギンスミシュブンキン、豊田さんにもらったね、魚です。オスなんですよね。でメスのシュブにかければいいんじゃねえのって話だったんですけど、ちょっと今年はうまく合わせなかったので、僕の責任なんですけどね。とても素晴らしい。ちょっと背びれがもしかしたら一回あれだったのかなって感じなんですけど、すごい色してますよね。尾もしっかり張ってて、とても素晴らしい魚です。腹の方に墨が巻いてるんで、墨がしっかり残っていますね。というあの素晴らしい魚、種親に使いたいですよね。こんな感じの魚が、いるということで、本当すごい魚がいっぱい出てくるなといつも思っています。でオス、多分3歳なんで、もうバンバン追ってるんでね、ちゃんとメスをしっかりうちで当てれば取れると思うんですよね。来年は、ちょっとうまく使っていけたらいいなと、思っています。そして昨日はね、試合見に行って、残念ながらね、ちょっとうちのチームの子負けてしまったんですけど、頑張ってね、1ラウンドダウン取って、最初ねいけるかなっていうところだったんですけど、ただすごい気合を入れて最後までね、もうボロボロになっても立って、戦おうっていう姿を見せてくれて、良かったです。はい。でそれでちょっと遅くなってしまったりなんだりでね、昨日からちょっとバタバタしてて、魚の方がね、あんまりいじれてないんですけど、今日の夕方からまたしっかりね、ちょっといじっていかないといけないなと思っています。なんで今日の一匹はね、いつ出そうかなとこれは思っていたんですけど、だいぶね、いい感じになってきたんで、ちょっとね、背びれの先っぽが1本目が折れちゃってるっぽいんですけど、それが気になりますが、素晴らしい魚であるのは間違いないんで、今回はこれを乗せさせてもらいます。あとはなんだ、これといって変わり映えはなく、いつもの通りなんですけど、よいしょ。江戸川五色水槽のなんかね、いい感じになってきて、飛び出したね、荻野さんのメタリックワキンも、無事元気に育っています。っていう感じでね、いい感じでどんどん育っていってるんで、魚の方がね、良くなっていってくれることを考えていくしかない。良くなるようにちょっとね、頑張っていきたいなと思っています。よいしょ。結局は中途半端な時間からのスタートになってしまったんですけどね、僕も何を喋っていいのかいまいちわからないまま始めてしまいましたが、なんだろうね、今日ちょっと行けたら動こうかなとは思ってるんで、何かしらできたらいいかなと思ってます。ちょっとやっぱりね、最近動きが悪いんで、僕自身の話なんでね、申し訳ないですけど、ちょっとそういうんでね、紹介できる魚、もっと皆さんに見ていただけたらいいのかなと思っています。そんな感じで今日はちょっとバタバタしちゃってたんで、あんまりネタも考えないでいきなりパッと動画を撮ってしまいました。シブンキンをね、見てもらって、すげえシブンキンだなと思っていただけると思うんで、そこが見ていただけるだけでもいいのかなと、僕は思っています。なんで今日はちょっとこんな感じで終わりにしてしまいますんで、明日またね頑張りますんで、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。